食われ、あ、あたん、ちょっと、あれ、ちょっと、あ、うん、18、はい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 、え、はい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 、うん、たらーな、あと一発、一発、最後で決めて、おーい。こんにちは。いきなりなんですけども、FPS にトラウマがありまして、下手なんですよ、とにかく。で、これやってなくて下手だったらまだいいじゃないですか。ただ、結構 FPS 好きでやってきたんですよ。L4D2 から始まり、エボルブ、PUBG、いろんなゲームやってきたんですよ。で、この Apex もシーズン1だけプレイしてまして、2年前ですね。これ300時間ぐらいやりました。合計で1000時間以上 FPS をプレイしてるはずなのに、下手なんですよ。これがかなりトラウマで、FPS に対して苦手意識がありまして、今回の企画は、そんな自分でも真面目に練習したら、上手くなれるのかということで、それをですね、検証してみたいと思います。今これを録画してるのが、3月の9日なので、まあ、こっから努力して、どれぐらい上手くなれるのかと。しかも、その成長の過程を全部記録しておこうと。全部録画します。練習風景から試合の映像まで全部録画してみようという試みですね。まず、この現状の自分のプレイを見てもらおうかと思うんですけど、まあ、とにかく下手ですね。とにかく下手。動きもぎこちないですし、なんか間違ってキーをしちゃってマップとか開くし、とにかくこうキャラクターコントロール、操作もおぼつかないんですよ。これ結構 FPS やってきたんですけど、ね、しかも全然弾当たんないんですよ。弾が当たらない。FPS って弾当てないと敵倒れないんで、倒せないんですよね。そして立ち回り、焦ったらすぐ前行っちゃってやられると、すぐ死ぬと、こういう惨憺たる状況なんですよ、現状が。で、今回の企画の目標なんですけども、人並み以上には上手くなりたいということで、今回はですね、この APEX のランクマッチというシステムがあって、目標のランクがあります。それがダイヤですね。ランクマッチ一回もまだやったことがないんですけど、おそらく今の実力だとゴールド帯あたりが自分の適正ランクなんじゃないかと思います。で、今回目標とするダイヤ帯、これがですね、 APEX のプレイヤーの全体の 6% ぐらいしかいないらしいので、まあ、ここまでいけたら人並みにうまい、めちゃくちゃうまいっていうわけじゃないんですけど、人並みにうまいと見られるくらいのレベルにはなるんじゃないかなということで、このダイヤ帯を目指します。今回はこれが目標です。しかもパーティーとかは組みません。ソロダイヤを目指します。これどういうことかというと、3人のチームでマッチを進めていくんですけど、この3人のチーム、自分以外の2人は全く知らない人が入ってくるわけですね。もちろんソロなので、いろんな実力の人と一緒にやるわけなので、すごい上手い人もいれば、あまり上手くない人もいると。そういう中でランクを上げるっていうのは、これ自分の実力がある程度ないと必然的に上がっていかないものなんです。なんでこのソロダイヤっていうのは結構、まあ、自分が上手くなった指標になるのかなということで、今回はこのソロダイヤを目標としてやっていこうと思います。ちょっとどれぐらい時間がかかるのかわからないんですけど、これ真面目に練習するということで、果たして上手くなれるのかということですね。めちゃくちゃ心配なんですけど、これやる前からということで、どうやって上達していこうかと考えた時に、一個一個段階を踏んでいくことにしました。ということで、まずやるのは超基本を見直すということで、下手にですね、今まで FPS を触っていたおかげで、基本の部分、土台の部分が歪んでたんですよね。歪んだ状態で家が建っちゃってるので、全く上手くならない。これね、全く初心者の方よりも始末が悪い状態だったので、ということで、ここの土台工事を行うことにしました。ここからは PC の話になるんですけど、パッドの方でも多分同じようなことが言えると思いますので、参考になるかなとは思います。何をやったかというと、全部ですね、平均的なものにしました。自己流のものが多かったんですね。非常に多かったと。どういうことかというと、まず代表的なものだと、マウスの感度ですね。戦士と呼ばれるもの。これをですね、平均的なものにしました。ミドル戦士と呼ばれる範囲に修正しました。具体的には振り向き10センチから20センチに変えましたね。今まで配線しすぎたんですね、これはね。それから、キーバインド、キーボードの設定ですね。
こちらもかなり平均的なものに直しました。武器の切り替えとかがですね、数字キー使ってなかったんで、数字キーを使うようにしたりとか、あと代表的なものでは、WASD の押し方を間違えてたという、すごい。これで何年も FPS をやってきたのかと、僕も驚愕したんですけど、WASD の押し方を間違えてました、今まで。これを矯正してます。ということで、ここのあたりを修正してですね、これにとにかく慣れる作業をやりました。修正してからキャラクターコントロールだったり、まあ、マウスの操作ですね。これに慣れる練習をまずはやりましたね。そもそもこの長時間やって下手くそなんで、なんか自分がやりやすいって思うものは一旦捨ててしまって、全部平均的に直すっていう作業は結構いいのかなと思いますね。まあ、今までの悪しき習慣というか、そういうものを全部捨て去って、一回平均的なものに慣れてから自分の好みを出すような感じになっていけばいいのかなと思って、ここをまずは修正しました。ということで、まずは超基本を見直しました。さて、次にやったことですが、超基礎を鍛えるということで、僕みたいな FPS 下手人間にとって一番足りてないものってエイムなんですよね、やっぱり。 FPS いろんな要素がありますけども、基本は敵に弾が当たらないと敵は倒れてくれないので、絶対になきゃならない要素はエイムなんですね。ということで、僕のエイムを見てみると非常にこうガバガバでした。いくらこの状態で立ち回りを考えたところで、弾が当たらなければ意味がありません。なので、このエイム、フィジカル面を鍛えることにしました。ただ実戦でエイム練習をするっていうのは、まあ、ゲームの中での打ち合いっていうのは一瞬なので、かなり非効率だと。ということで使うのが、エイム練習ソフト、コバークですね。これを毎日毎日やりました。約3ヶ月間。今もやってますね。これは毎日やってます。で、これが最初やった時の映像ですね。全然合ってないという、エイムがブレブレだっていうことがわかると思うんですけど、でちなみにこれが3ヶ月後の様子です。かなりこう終えてるのがわかると思うんですけど、結構ね劇的に変化します、これだけで。でこのゲーム内でスコアっていうものがあるんですけど、こんな感じで推移していってます。途中からやるメニュー変えちゃったんでちょっと正確ではないんですけど、まあ、大体これぐらいは推移していくと。最初は結構成長が早くて、まあ、そこから徐々に徐々に上がっていくっていう感じでしたね。データにするとかなり分かりやすいですね。これで大体人並みのエイムは身につけられるんじゃないかなと思いますね。で実際にこのコバークを3ヶ月間毎日毎日やり続けて思ったことは、これで腕の使い方を練習するっていうイメージですね。エイムっていうのは基本的にその人間の体の使い方の延長にある細かいこう作業なので、そこの感覚を、腕の使い方、手首の使い方の感覚をつかむっていうのが、このエイム練習ソフトでやるべきことかなと思いました。エイムできる人っていうのはもう自転車に乗るような感じで、もう体が覚えてるんですよね。僕みたいなエイム下手な人っていうのは、その感覚がわかんないんですよね。未だにそうですけど、感覚がわからないと。で、その細かい感覚をつかむのが、このエイム練習ソフトだなと思いましたね。このあたりっていうのは結構パッドでも同じなんじゃないかと思います。パッドも細かいスティックのコントロール、あれを身につけないとエイムは合わないと思うので、まあ、パッドも同じなんじゃないかと思います。ただこのエイム練習ソフト、あんまりやりすぎなくてもいいのかなと思います。本当1日に30分とか、まあ、1時間はやりすぎなぐらいで、実際のゲームとはやっぱ違うので、細かい操作を体に染み込ませるみたいな、まあ、そういう役割として割り切るのがいいのかなと思いますね。で基本的にコバークでやるトレーニングっていうのはトラッキングだけで、まあ、最初はいいのかなと思いました。 Apex っていうゲームは敵が硬いので、弾を一発当てても仕留められないんで、基本は撃たれたら敵って基本動くので、それを追うようなエイムが一番大事だと思うので、このトラッキングってやつをよくやってましたね。ほとんどこれをやっていました。なので追いエイムをまずは鍛えるというのが大事だと思います。そして、このコバークが終わった後は射撃練習場、 APEX の射撃練習場へと向かいます。でここでは30分から1時間ほど自分が気になっていることを練習しますね。銃のリコイルですとか、キャラクターコントロール、キャラコンですとか、まあ、ショットガンの練習ですとかやってました。だいたい毎日やってたのは中距離でボットを撃つっていう練習、まあ、これをワンマガジンで200ダメージで倒しきるっていう練習、これは絶対やってましたね。それから初弾のエイムを合わせる練習、
パッとこう敵の頭に合わせてでずれるんで、それをちょっとマウス操作で微調整して頭に合わせるっていう練習ですね。最初ゆっくりでもいいのでやりつつ、ちょっとずつ速度を上げていくっていう感じでやっていました。これは毎日やってましたね、コバークと同じで。でそれが終わったらカジュアルに行って実際に動いてる敵を撃ってました。まあ、基本はキルムーブをします。こう敵を倒しに行くような動きをします。ここではもうどんどん戦闘して死ぬということをやりました。例えば10人キルするまでやるとか、目標をある程度設定してやります。で死んだらなんで死んだか考えるっていうのを必ずセットでやりましたね。でこの基礎を鍛える練習っていうのは3ヶ月毎日、まあ、1時間から1時間半ずっとやりましたね。特にエイム練習は一人でできる練習も多いんで絶対に必須です。これは多分やらなくて強くなった人はいないんじゃないかなと思うぐらい必須だなと思いました。でこういう練習を続けてたらですね、なんと50日ぐらい経った頃に初めてハンマーが取れました。しかもその試合結構ウィングマンでなんか上振れして結構当てれたんですよね、バンバン。まあ、それでやっぱこれは練習のおかげだなと思って、いやーこれは嬉しかったですね、ハンマーが取れた時は、はい、2年前はもうどんなにやってもハンマーなんて取れなかったんで、1000いけば本当にいい方だなっていうぐらいだったんで、いやこれは嬉しかったです。なんかやってきてよかったなって。しかもたった50日ですからね、練習は。2年前めちゃくちゃやってたのにたった50日で過去の自分を超えれたという、ちょっとそれもねびっくりしましたね。ということで基礎練習大事ですから、今でも毎日やってます。これ皆さんもねぜひ一緒にやりましょう。これそしていよいよ魔境であるランクマッチの世界へとソロで入っていきます。 Apex というゲーム、基本モードが2つありまして、1つ目はカジュアルと呼ばれるモード。これは戦闘に負けたとしてもペナルティなどがなく本当にカジュアルに遊べるモードですね。そしてもう1つがランクマッチ、こちらが今回の企画のメインと主戦場となるモードです。ランクマッチがざっくりどういうものかというと、実力の近い人たちと対戦できるモードですね。それぞれのプレイヤーはランクマッチを遊ぶことでランクポイントと呼ばれるものを貯めていきます。ランクポイントを貯める方法は大まかに2つで、敵を倒す、もしくは試合でなるべく生き残るの2つです。つまりこのランクポイント RP、自分の実力があればどんどん溜まっていく仕組みになっていて、 RP が溜まるにつれブロンズ、シルバー、ゴールドと上のランクへと上がっていくと。ただランクが上がれば周りも強くなってますので、自然とそう簡単に敵は倒せないし生き残れなくなっていくという、つまり自分の実力が上がればランクも上がるし下手なら下がるという、そういうシビアなモードになってますね。で実際にやってみて各ランクの印象なんですけども、まずブロンズ、これは回数やってたら上がります。ゲームのシステムがそうなってますね。回数やればやるほど自然と上がるようになってるのでやりましょう。もうただやるだけです。次にシルバー、こちらはキャラクターをある程度操作できれば上がっていけるのかなと思いました。スムーズにキャラクターを動かせるくらいになったらあんまり苦戦せずに上がれるんじゃないでしょうか。シルバーで苦戦するよって場合はとにかくカジュアルや訓練場でキャラクター操作になれるという練習をしてみるといいと思いますね。銃の切り替えですとか回復ですとか、まあ、レレレ打ちぐらいの初歩的なキャラコン、これを繰り返し練習して手になじませるというのが大事なのかなと思いました。次にゴールド、ここが最初の壁でしたね。ここそれなりに苦労したんですけどもなんとか上がっていきました。やっぱゴールドになる頃にはエイム練習とか基礎練習、これをやってた時期だったのでそのおかげもあったかなと思います。ゴールド帯、これ大事なのはやっぱエイムかなと思いますね。人並みに弾を当てれないとやっぱり勝てないです、このランク帯まで来ると。目安としては敵が止まってる時で自分がフリーで撃てるってなった時に、まあ、それなりに当てれるよっていう、これ結構大事ですね。訓練場で止まってるボットを撃つように本番でもちゃんと当てれるっていう、そうすると安定して1000ダメージとか超えてくるので、ゴールド苦手だなって人はここを意識してみるといいかもしれないですね。簡単に当てれる状況でちゃんと当てるという自信をつけるのが大事な気がしますね。ということでこう基礎練習も並行しつつランクマッチを回しまして、27日後ゴールド1を突破してなんと
プラチナランクまで上がることができました。いやおめでたい。もう正直これなんだちょろいかもなと思ってたんですけども、今回の企画、いやそんなことはなかったです。そんなことはなかったんですね。こっからが本当のランクマッチというか地獄の始まりでした。はい、プラチナ4という名の沼ですね。はい、このプラチナ帯、自分にとってもとっても大きな壁となりました。よくこのプラチナ4が沼だというふうに言われますね。プラチナ4から脱出できないという。なぜここが沼なのかというとですね、プラチナ帯から参加するときに支払うランクポイント RP が高くなるんですね。かなりで高くなるとどうなるかっていうと、キルとかアシストとかしてない状態、キルポイントがゼロの状態だと4位まで上がらないとプラスにならないんですよ RP が。つまり絶対敵との戦闘が必要ですし、安定してキルを取っていかないといけない。ただプラチナ4の周りの敵めっちゃ強いです。みんな上手なんですよね。本当に多分ハンマー持ってる人がほとんどじゃないですかね。このプラチナ4、実に20日間このプラチナ4に停滞することになります。本当にですね、深い深い沼が広がってましたね。まず打ち合い全く勝てないです。もう全然勝てない。死ぬ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 の繰り返しで、ゴールドでやってきたこと、雑な動きとかそういうものが全く通用しなくて、本当気持ちいいぐらいに負けるんですよね。本当に負けまくります。当てれないし、それで焦っちゃって突っ込んでまた3人に囲まれて撃たれて死ぬみたいな。もうイノシシなんですよね基本は。ほんと良くない。ゴールド上がりたてのイノシシなんですよ。そりゃ狩られますよね、イノシシなんだから。しかもですね、野良でやってるとこうちょくちょく味方から煽られるんですよね。このテキストチャットなんかで煽られるとね、これも結構きついんですよ精神的に。自分が下手なの分かってるんで。さあ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 、あ、えぐ、珍しいキモいわ。もう右かわいそうだね。もうかぶせんな。マッチもかぶせんな。ナイス、うまっ。キッズたちもね、元気そうにね。いやもうこういうのね、結構しんどいもんですよ一人でやってるとね。やっぱりこうソロランク、あなたにもし Apex をやる友達がいるとしたら絶対フルパーティーでやることをお勧めします。その方が絶対楽しいし上達も早いと思うので、ソロランクはねもうほんと仏の心が必要になります。まあ、負けても野良の人のせいにしないと、煽られてもまあ仕方ないかというような気概がないと、ちょっと精神的にねやっていけないのでソロランク。まあ、自分が下手なのもあるんですけどね、しょうがないんですけども、なかなかしんどいものがありました。でもうこの時の自分っていうのはとにかく怯えててですね、周りの敵がほんと強く見えちゃって、常にこうランクポイントを盛るような動きをしようと心がけてましたね。まあ、初動は被らない、同じ場所に降りないとかね。でなるべくファイトを避ける、戦闘を避けると、残り10部隊になるまでは戦闘を避けて、アンチへの移動方法も直線上に行くんじゃなくてちょっと回り込んでいくような、みんなとルートが被らないような移動方法をしながら、なるべくなるべくファイトを避けてチャンピオンを取るとか、まあ、こういうような戦略をやってました。本当怯えてますね。でも初動で負けちゃうとか、まあ、そういうどうしようもない時は味方を見捨ててですね、ハイドすると。まあ、そういうことでこう怯えて怯えて怯えた結果、なんとかプラチナ3、それからプラチナ2までシーズン8上がっていくことができました。ということでシーズン8終わった直後の様子ご覧ください。シーズン8終わりです。上がれませんでした。燃え尽きてます。当時の心境を綴った日記がありますので、そちらを朗読したいと思います。5月4日、シーズン終わり。とても疲れた。成長を感じられない日々に疲れた。残り日数を気にしてランクマをやりすぎた。頭を使わずにやりすぎた。これからは練習の時間を濃くしないと。質のいい練習をしないと。でも今はとても疲れた。早く寝よう。起きたらシーズン9が来てる。だいぶ病んでますね。ポエムですね、もはや。ということで、結局シーズン8はプラチナ2で
終えることができました。まあ、なんとか沼は出れたんですけど、自分の目標をちょっと忘れかけてまして、この時私の目標はあくまでソロでダイヤに行くことなんですよね。プラチナ4を抜け出すことじゃないんです。ダイヤに行かないといけない。なんでここで満足してたらいけないということで、シーズン8完走してみて思ったことは、全然ファイトしてないので上手くならないんですよね。そもそも全然上手くなった気がしてなくて、結局ファイトしないと RP 溜まっていかない仕組みになってるんで、とにかくファイトに勝てるようにしないといけないと。あとハイドする時間、これめっちゃつまらないんですよ。本当につまらなくて、この時間が苦痛なんですよ。ということでですね、シーズン9に変わってからはとにかくファイトしようと、逃げない、準備ができている時は絶対にファイトするということを決めました。必要な時以外はハイドしない、なんか怯えちゃってこう自分だけ逃げてハイドするみたい なんかそういうことはやらない。基本的な方針としてはもうキルを稼いで盛るということを目標にしました。それでダイヤに行こうじゃないかというね。シーズン9はこれを目標にして頑張ることにしました。ということで、ソロダイヤに上がるために特訓を積むことにしました。実はこの時結構伸び悩んでたんですよね。練習をやってもやっても上手くなった気がしないというドツボにはまってました。こういう伸び悩みなんですけど、今までの経験からして自分の課題が明確に分かっていないことが原因で起こります。そういう時はがむしゃらに練習しても上達しないもんなんですよね。ただですね、私にはこの膨大な録画ファイルがあります。その容量 1.3TB、 でかすぎ。この録画ファイルを使ってですね、過去の自分のプレイを見返すことにしました。で、自分のプレイを見返してると、自分が理想としているようなプレイ、これは決してプロプレイヤーのような神プレイなんかではなく、まあ、自分は普通にやれているよなと思ってるような平凡なプレイですね、これと実際のプレイの間に大きなギャップがあることに気づきます。結構これは本当簡単に気づけます。やっぱその人のプレイとか見てると欠点ってわかるじゃないですか。あ、ここで突っ込んじゃうんだとか、そういうのと同じように自分のプレイを見ても思うんですね。あ、これダメじゃんっていうの、このギャップが今の課題になるわけですね。あとはこの課題を修正していけば必ず少しずつ上手くなれるという、まあ、それで伸び悩みを解消するということです。この自分のプレイを見返すというのは伸び悩んでる時にかなり有効な練習方法だと思いました。実際やってみて一番これが効いたんで、もうおすすめです。今の時代だったら PC だとシャドウプレイとか OBS、 PS4 だとシェアボタンなんかで簡単にリプレイ保存できるので、自分が死んだところだけでも大丈夫ですので、伸び悩んで困ってるよって方は一回ちょっと騙されたと思ってやってみてほしいですね。さて、で、自分のプレイを見返していて実際に上がってきた課題をいくつか紹介したいと思います。多分僕と同じくらいの実力の方でダイヤに上がれずに苦しんでる方には当てはまることが多いんじゃないかなと思いますので、ちょっと具体的に見ていきましょう。一つ目はイノシシプレイを減らすという、明らかに不利な時は一旦引くっていうことですね。これなかなかできないんですよね。今でもちょっと難しいんですけど、これが一例なんですけど、はい、前に詰める、で一人出てきて二人目も来ると。でもここのポジションの時点で相当弱いんですよね。ここ2人から見られてますし、で前に出てしまったのも失敗なんですけど、まあ、こうなっちゃってすぐ引くと、すぐ引かないといけなかったですね。で案の定このまんまやり続けて負けてしまうと。もう一つは、はい、頭出す、3人に見られてますね。3人にフォーカスされてるのに頭出しすぎっていう、気持ちよくダメージ入ってたんで打ち続けちゃうんですよね。なんか欲が出ちゃって、こういう欲が出るときって本当にいいことないです。ということで反省後の立ち回りですね。ちょっと代表的なやつを1個見てみようと思うんですけど、ドアを入った瞬間に2人見えてるので一旦引きます。一旦引いて、で味方がカバーに来てくれたのと合わせて入る、入ってダウン1人取れて、もう1人ダウンが取れたと。これ2人からフォーカスもらってやられてたら僕死んでるんで、まあ、こういうちょっと細かいところなんですけど、これだけで全然生存率が変わってくるなと思いますね。で次のやつを見てみましょう。はい、もういきなりレブラントのウルトを使って2人詰めてきてますね。なので下がると、で3人目も来てますね。ここでなので下がって味方に合流します。グレネード投げて時間を稼ぐ。でこの時シールドがなくなってるんですね。ジブラルタルと僕シールドなくなってるんで、
戦えないんですよ。戦えないのでどうするかっていうと、ジャンパで一旦逃げると、みんな連れて逃げるということをしました。戦えない時はやっぱり引くのが大事ですね。で結局このマッチ一旦引いて立て直してチャンピオン取れてますね。いやこういうね、結構細かいところ生存するっていう動きかなり大事ですね。戦いたい気持ちをぐっと抑えて自分の状況を見て逃げるときは逃げるという、すごい難しいんですけど大事だなと思います。次はエイペックスで結構大事な要素として漁夫の仕方、漁振り方ですね。漁夫っていうのは戦闘中の2パーティーが疲弊したところを狙って2パーティーとも叩くという漁夫の利を得る、そこから漁振るって呼ばれてるんですけど、それのやり方ですね。これやり方間違えると普通に狩られて終わるのでその辺もですね結構注意して漁振らないといけません。でこれ失敗例なんですけども、はい、銃声が聞こえたので急いでその場所に向かうと。でやり合ってますね。なんで入っていってまず様子を見ると、でここまではいいんですよ、ここまではいいんですよ。でこれダウン取れたことでなんか気が大きくなっちゃって入りすぎてるんですね。漁夫で入りすぎると、まあ、こんな感じで一方的にやられて死ぬと。漁夫の場面で中に入りすぎちゃうとダメなんですね。ある程度外で眺めておくと、で行けそうだったら行くっていう感じですね。これが反省後の動きなんですけど、戦闘やり合ってるので近づいてきます。で建物の中には入らずに外から投げ物なんか入れて様子を伺うと。で外から弾を取る、中に入りすぎない、あくまで遮蔽を使って自分は有利な位置から撃つということが大事ですよね。で来たので、外に出てきたので撃ち合って漁夫成功と、まあ、こういう風に外から様子見つつ成功させるっていうのは結構安全で、まあ、それから味方に合わせる意識も大事ですね。あともう一つ漁夫で大事なのはキルログを結構見るっていうのが大事で、だいたい相手がワンダウンとかツーダウン入った時に行くことが大事ですね。これ失敗例なんですけども、まあ、戦闘中だということで、もう何も考えずにまっすぐ突っ込んでいくと、まっすぐ突っ込んでいって、ただ膠着状態だったんですね、この時。なんで普通に2人からフォーカスもらって死ぬっていう、まあ、こういうことがあります。で、次が反省した後の動きになります。で、この建物の中でやり合ってると。で、ブラハの人がスキャンしてくれて、状況がちょっと分かったんですけど、まだ全員ピンピンしてるってことが分かって、ちょっと待とうということを言ったんですけど、ちょっとブラハの人入っていっちゃって、ダウン取られてますね。で、ちょっとやり合うまで待ってます。キルログが流れてくるまで待ちと。で、ショットガンの音とかし始めたんで、ちょっと近づいてますね。で、キルログ流れたんで、行きます。行って、一人ダウン取る、もう一人ダウンを取る、なんとか取りますね。危ないですけど、ほとんどアーマー着替えてるんで、もうちょっと早くが方が良かったですね。まあ、なんとか漁夫成功となります。こんな感じでちょっと待つっていうのが結構大事なんですよね。待ったおかげでその敵も分散してましたし、2対3をひっくり返せたっていう場面ですね。次ですが、ソロランクになるとやっぱり味方との連携、これが結構難しくなってくるので、味方の動きに合わせる意識、これかなり大事になってきます。でこれ失敗例なんですけども、味方の人が室内に入っていったんで合わせようと思ったんですけど、合わせれてないですね。もうクソキャラコン で結局 1v1 の形作られて下手クソなエイムが出て終了と。あっけなくひどいですねこれひどいなこれ。もう一つ、室内に敵がこもってる状況、この時点で一人なんで二人で詰めていっちゃってよかったんですけど、なんか上を取ろうとしちゃって、で2対2が作られて3対2になってますね、この状況で。で全然連携取れてないですね。行くのか行かないのかみたいな感じ で結局一人ずつ落とされて3対1作られて終わりと。いやひどい、なんかもう右往左往してるのが手に取るように分かるんですけど、味方との距離感がちょっと遠いんですよね。反省しまして、この味方の奥端の人に合わせてジャンパで飛んでいくと。でこの中でファイト始まっちゃったのですぐ中に入って
カバーですね。カバーして、ちょっとギリギリではあるんですけど、まあなんとか、2対2まで持っていけて、キル取れたと。結構ギリギリですね、これは。相手が2人だったので、まだ良かったですね。ただ、そこで合わせてなかったら、2対1の状況だったんで、1人ずつやられて終わりってなっちゃうので、こういう時は合わせてあげる意識が大事ですね。次は、強いポジション取りですね。これを常に意識して動くようにしました。で、一番簡単なのは、高いとこ取るっていう。戦闘が始まったらすぐ高いとこ取る。これ結構簡単で効果的なのでやるようにしてます。これが接敵した時ですね。室内だとちょっと弱いので高いとこを取ろうと。敵がいたので車線切りつつ相手していきます。2車線通らないようにちょっと下がりながら戦ってますね。 2v1 にならないように、まあ、そうすると結構簡単に返せますね。で、次ですね、漁夫ロート漁夫に行ったとこですね。で、行けそうだったんで詰めようかなと思って室内入ったんで詰めに行ったんですけど、漁夫が来ました。漁夫が来たので一旦引きます。一旦引いて状況を見る。ただ室内の方からまたソナーが来たので詰めれそうだなということで詰めに行ってます。で、ローなので追いかけて、すぐここでも交渉を取る。ここでも交渉を取って有利な位置から味方のカバーをして1枚落とすと。で、また交渉を取る。で、シールド巻きます。スイッチしてシールドを巻いて、で、もう1人削ったのでダウンさせてくれたと。交渉すぐ取ったので味方のカバーもできた。シールド巻く時間も稼げてるっていう。あと気をつけたいのが、常に引けるような場所で戦闘を開始するっていうことですね。特に室内入るときが結構気をつけないといけないんですけど、入りすぎないっていう。これ味方がワンダウン取られてる状況なんですけど、このドアのここのところでちょっと中を伺ってるんですけど、これ入りすぎちゃうともう後ろに引けなくなるので、ドアから逃げれるような状況、それから敵も見れるような状況、これを作るっていうのがかなり大事ですね。はい、ダウン取れました。まあ、うまくいきましたね、これは。二人目が来たので、2v1 で落としたと思います。次は、人数不利だった状況からひっくり返せたやつなんですけど、ちょっとダメージ食らっちゃって、シールド巻いてる間に、ホライゾンさんが落とされてますね。ただ、かなり削ってくれてたので、あとここで、一人倒せて、このブラハも中に入りきらずに、ドアのところで攻防するという感じですね。で、もう一種グループ来ました。漁夫が来ました。ので、味方さんのカバー。で、これも、ここで遮蔽物を使って引けるような状況で打ち合ってますね。必ず。ここで巻いて、これ死んでたんですけど、うまいこと気づかれなかったんで、一人落とせたと。オクタンさんが一人やってくれたので、登る音が聞こえたんで、詰めていって、まあなんとか勝てたと、いうことですね。遮蔽物があったら遮蔽物から体を出しすぎないっていう、まあそれで隠れるっていう選択肢もあるし、撃ち続けるっていう選択肢もできるっていうことで、必ず逃げ道を用意しながら戦っておくっていうのが大事な気がします。ただこれは、運もありましたね、かなり。で、あともう一つ、めちゃくちゃ大事な行動になるのが、射線を増やす。撃つ線と書いて射線。これを増やすっていうのがすごく大事です。横展開って呼ばれる、横に広がって相手の側面から叩くような行動があるんですけど、それすごく大事ですね。接敵した瞬間にそれを考えるようなイメージです。うまくいった例を何個か紹介したいんですけど、まずこれですね。ちょっと野良の方のボイチャが入ってるんですけど、敵と接敵した瞬間にジャンパでちょっと横目に展開してますね。もうちょい近くてもいいですね、でもこれ横に展開してます。これだけで結構相手すごい嫌ですね。この横から撃たれるだけでちょっと遠いですね。かなり下手くそな横展開ですけど、こういう意識することがまず大事なんで、次の接敵の例ですね。相手は3人あの柱のところの裏に隠れてるので横に展開して横から撃ちます。これやられるだけで相当嫌ですね、相手は。で、ワンダウン取れたと。ので、詰めに行きます。
熱い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 、横から詰めていって3人が固まってたので、まあ、こんな感じでキルが取れたと。これ固まってるとすごく横展開された時に弱いですね。遮蔽物が実質なくなっちゃうんで、なんで横展開がうまくいくと本当に簡単にパーティーワンパーティー潰せるのでおすすめですね。結構重要だと思います。まあ、このプラチナ隊のファイトにおいてはかなり重要な要素なんじゃないかと思いますね、横展開は。あとハイドについて、なるべくハイドはやらないっていう方針なんですけど、どうしようもない時はハイドをします。これちょっと判断難しいんですけど、明らかに戦闘に勝てない時、もう2人ダウンしちゃって数的不利の時はもう一目散に逃げます。戦っても負けることも目に見えてるんで、そういう時は逃げましょう本当に。で、逃げるとワンチャンバナーが拾えるんですよ、こういう風に。で、このバナー拾った後立て直してチャンピオンっていうのも何回もありました。これ結構あります。だってこう冷静に逃げるっていうの大事ですね。で、こういう風にいいとこだけ見せてると、めっちゃこの人容量いいじゃんみたいな、反省したことすぐできるじゃんと思われるかもしれないんですけど、そんなことないです。まあ、僕は本当容量悪いので、とにかく同じ失敗何回もするんですけど、まあ、そのたんびにですね、反省して何十時間もかけてようやくちょっとずつ上手くなっていったんで、失敗しても全然気にしないでください。ただ新しいことをやっていくっていうのが結構本当大事ですね。横展開とか反省した内容を新しくやろうって思う気持ちがかなり大事です。で、こういうことをやっていくうちに結構ファイトに勝てるようになっていったんですよ、本当に。あ、結構勝てるなみたいな。それでランクも結構上がってきました、自然と。で、野良のボイちゃんもですね、結構嫌な人もいるんですけど、いい人もいるんですよ、本当に。あ、聞こえますか？隙間ですよね、こういう朝の時間とか、フィッシュルケル前の前に。バネ来てもいいですか？あ、いいよ。じゃあ、行きます。さよなら、ありがとう、ごめんなさい。これめっちゃ嬉しかったですね。なんかすごい穏やかな気持ちになりました、この時は。こういう出会いはソロランクならではなんじゃないかと思いますね。あとパーティーの方で優しい方言の方がいて、ランクは夜不芸だからな。だからウィングワンじゃねえ方がいいかな。自信ある武器の方がいいんじゃねえ。これアンチきつくね、これ。もう家取られちゃってるしな。鉄骨のやつらもこの辺来るだろ絶対。あー、うちらしかいねえもんな、もうな。あ、もうしゃあねえわこれ。まあでも上がったべこれ。あー、やこれもですね、ほっこりしました。めちゃくちゃほっこりしましたね。まあ、こういう楽しみはソロランクならではかなと思います。ということでですね、いよいよプラチナ2を抜けてプラチナ1へと上がることができました。ようやく来たなという感じなんですけど、で、ようやくですね、運命の時が訪れることになります。こっからはですね、ちょっと実際に声を収録しながらやってたので、そちらのダイジェスト映像をご覧ください。あと100、あと100か。上がれるぞこれ、いけるぜ。ようやっと。いやマジか。いやー、やっちまったなこれ。惜しい。どう？上がった？上がる？2位だけど。さあどうだ？上がってくれ。上がれ。上がるか？あ！ひぃ！あと日曜。いや、マジか。いや、最悪。うまい、うまい。うまい。応援しよう、もう。勝て！惜しい。あるのか ?6 あと14。こ
これもいけるのか、もしかして。さあ、6ポイント。プラス。いや、まずい、これ。何車線通ってんだ、これ。頼む、生きてくれ。順位を上げてくれ。あと2。うわぁ、もう真っ暗になっちまうよ。あとは応援だけだ。あっ！はっはっはっは。わぁ、やったのか、これ。これでいいのか、俺の。なんか締まりがない上がり方だけど。うわあ！いい人から死んでいくのか。これで上がっちゃっていいか。まあまあまあ。ここまで頑張ってきましたから、最後はご褒美をいただけるということで。上がってくれ！はい。はい。19！ わあ！達成したよー！長かったー。ああ、終わったよ。ついに。嬉しい、マジで。マジで嬉しい。結局、スプリット前半の、あと11日残しで達成と。ああ、嬉しい、マジで嬉しい。ほんと大変だった。マジで大変だったわ。これ、ソロダイヤ、達成しました。今日はもう、ぐっすり寝れそうです。いやー、頑張ればなんとかなるもんだ。なんか締まらない最後になりましたけど、上がれたらいいのよ。もうそれが一番、それが一番でござる。お疲れ様でした。ではでは、はい、ということで、合計収録時間408時間でソロダイヤ達成することができました。おめでとうございます。めっちゃ嬉しいですね。今までやってきた実況シリーズの中で一番大変だったかもしれない。本当に。いや、それぐらいね、FPS と苦手だったんで、今回をきっかけにちょっとは上手くなれて嬉しかったですね。ということで、ちょっとシーズン8とシーズン9の成績を比較してみようと思うんですけど、はい、こんな感じ。シーズン9前半でやりすぎなんですけど、30日ぐらいこんぐらいやってるんで、めっちゃ試合数やったなって感じ。平均ダメージ、これが110上がってますね。これ結構すごいことなんじゃないかなと。弾当てれてるようになってるっていう証拠ですよね。キルデスも 0.06% 増えだと。約 0.8 でもソロダイヤいけるよってことですね。残り日数が少なくなればなるほど簡単になっていく傾向があるんで、11日残して突破できたっていうのは結構ね、早い方なんじゃないかと思います。まあ、今後も多分、ランク回せばソロダイヤはいけるんだろうなという自信がつきましたね。確かな実力がついた証拠じゃないかなと思います。ということで、400時間前と今を比較してみましょうか。プレイを比較すると明らかわかると思うんで、ちょっと比較していきましょう。まずこれが400時間前。そして400時間後のプレイ。
にうまいプレイするんですよね。ということで検証結果、万年 FPS が下手な人間でも408時間真面目に練習したらソロダイヤまではいける、検証できました。いやーマジで嬉しいですね。これは本当約10年ぐらい FPS やってきたんですけど、歴だけ長いってやつです。下手だったんですごいトラウマがあったんですよ。なんか自分みたいにセンスがない人間でも努力って裏切らないんだなと思いました。真面目に努力すればソロダイヤまではいけるよというね、なんかちょっと自信がつきました。これからも練習は続けていこうと思うので一緒に頑張りましょう、うん、ということで、今回の検証は成功ということで締めたいと思います。ありがとうございました。また次回もねとんでもない検証をやりたいと思いますので、よかったらお付き合いください。ではまた。